アパートにね、うん、まあ、僕らなんてね、まだまだ若手芸人ですから、安いアパートに僕も住んでるんですけど、うん、あの2階建てのアパートの1階に住んでて、うん、まあ、よくあるね、愚痴じゃないけど、その隣がうるさいとかはまあよくある、うん、ありますけど、うん、隣がうるさくないんですよ、僕角の部屋で、うん、その部屋同士が隣り合ってるわけじゃないから隣うるさくないんですけど、うん、上が異常にうるさいんですよ、上の人が、うん、まあその、なんか安いアパートが天井がとかが薄くなってるのかよくわかんないですけど、うん、とにかくでもこの信じられないぐらいうるさいんですよ。そのちょっと歩く音とかじゃなくてもドガードガーンみたいな、その毎日部屋の模様替えしてんじゃねえかぐらいの音が鳴るんですよ。でもうるさいなと思ってて、で何だろうと思って一つ思いついたというか思い出したのが、上の階はちょっとその間取りが違って、あ、そう、あのロフトがついてるんですよ、ロフトがね、うん、で多分ロフトで寝てる感じの人なんですよね、おそらく。ロフトを寝るように使ってる人で、あ、ちゃんとね、そうそう、起きた時に飛び降りてるんですよ、確実に。だって、いやいや、もうドーンみたいな、その毎朝の時、その何して仕事をされてる方かわかんないですけど、割と不規則で、うん、僕らはまあそうですけど、なんでその結構な時間にドーンって飛び降りるんですよ、その、うん、うわもうそうかと思ってたら、あの、ある時家で僕普通にテレビ行ったら、あんまり声聞こえることはないんですけど、一回大爆笑してる声聞こえて、うん、あれなんだろうと思ってみたら、あのちょうどタモリクラブで、あの空耳アワーやってる時だったんで、うん、その時すげえ笑ってたんで、うん、この話を他で話す時に、うん、上の人がでこうこうこうでうるさくて、だからタモリクラブの空耳アワーが大好きなんですよみたいなことをちょっとね、ギャグというかそのちょっと持って言ってたんですよ、たまたま笑ってただけかもしれないですけど、うん、でまあしばらくして家にこう普通テレビ見たら、また笑い声聞こえて、うん、あ、今日も笑ってるなと思って、はっと思ったら、うん、タモリクラブやってたんですよ、空耳アワー、うん、あれと思って、うん、次の週も、もう次の週はもう始まるぞと思って、うん、してまたうるさいんですよ、ドタドタ、うん、わー、相変わらずうるさいなと思ったら、タモリクラブ始まる時間に静かになったんですよ、急にで、こう、嘘と思ってでね、まあ普通の時は割と静かに見てるんですよ。じゃあもう、お前も見とった、僕も見てね、だからタモリクラブ、だから多分もう上下で見てる感じになってて、で、空耳アワー始まって、うん、一発目のところでわーみたいな、やっぱ笑って、うん、空耳アワーがものすごいツボな人が上に住んでることはもう確実、これ4週分サンプル取れて、やっぱ4回ともその時間だけタモリクラブが始まった静かになって、で、あの空耳アワーの落ちて大爆笑、うん、そしてタモリクラブ終わったらまた動き出すっていう、うん、で、起きたら飛び降りるしみたいな、そのロフトからちょっと、だからもう一回話したいぐらいの、その、うん、本当に、まあ面白いからね、僕らも見ますけど、ソラミミアワーが大好きなんでしょうけど、別に愚痴というか、まあ、うるさいなって欲しいんですけどね、笑い声ぐらい言わなかったですよ、その、家に行かなかった、行ったりしない、一回本当ちょっと忍び込むというか、突撃したい気持ちはありますけどね、タモリクラブ本当に見てるから、ああ、そっちか、いや、そうそう、いや、うるせえやーって言いに、いや、そこまでやってもね、しょうがないですから、前の家の方がもっと大変でしたよ、その、本当に壁がない、壁がないようなね、風呂なしのアパートで、それよりペラ紙、ペラ紙みたいなね、とかで、それよりも良くなったんで、まあちょっとこれからも、あの、注目はしてみますよ、つけていこう、その、ノートにで、どんなネタが好きかもちょっとね、わかるかもしれないですからね。